医薬品医療機器総合機構信頼性保証部です信頼性調査の最近の動向について説明します本日はスライドに示した内容を説明します信頼性保証部では医薬品及び再生医療等製品の 審査スケジュールに合わせ適合性書面調査 GCP 実地調査 GPSP 実地調査をしかいなく進めるとともに GLP 施設調査を定期実施していますまた第4期中期計画令和4年度計画に基づきさまざまな作業を実施しています信頼性保障部関連の令和4年度の計画を示します啓発活動 適合性調査を効率的に実施すること海外規制当局との連携を強化する等を計画しましたまたリアルワールドデータ等への適切な対応を計画しましたこの計画に基づき信頼性保障部ではスライドに示した4つの取り組みを実施していますそれぞれの取り組みについて次のスライドから簡単に説明します リアルルワールドデータの信頼性確保に対する活動についてです2022年4月以降は相談に関する分かりにくい事項の公開資料を適宜更新医薬品のリアルワールドデータ信頼性 QA 通知を発出データベース調査関連ツールの大幅な更新等の活動を行いました今後も継続してスライドに記載の活動を予定しています 啓発活動についてですスライドに示した通り説明会動画配信機構ホームページ等を通じて情報を発信しています海外規制当局との連携強化についてですスライドに示した対応を行っており今後も引き続き国際化を視野に対応していきます 適合性調査の効率的な実施に関する取り組みです令和2年4月の緊急事態宣言発令時にリモート調査の手法を確立しその後もリモート調査の手法を改良しつつコロナ禍における適合性調査を遅延させることなく実施しています令和4年度はリアルワールドデータ国際関連業務及び再審査関連を除くとスライドに示した 7つの活動をしました令和5年度につきましても第4期中期計画令和5年度計画に基づき信頼性保障部一丸となって進めますご理解ご協力のほどよろしくお願いします次に現在の調査手法について説明します現在の訪問調査の実施状況です 前提として、適合性調査は、訪問調査が基本的な方法となります。現在は、コロナ禍の状況等も考慮し、知験依頼者、申請者に対する企業調査につきましては、コロナ品目等の迅速な対応が必要な品目は、訪問調査で実施しています。知験実施医療機関に対する調査につきましては、2021年12月より訪問調査を再開し、 現在は原則訪問調査にて実施しています。なお、品目の特性等も考慮して、管理状況確認調査も引き続き活用しています。試験依頼者・申請者に対する調査について、先のスライドで示した訪問調査以外の品目においては、コロナ禍を契機に開始したリモート調査を引き続き活用しています。リモート調査の 実施方法について説明しますまず、リモート調査、または訪問調査のどちらで実施するのか、機構が決定し、日程調整の段階で連絡します。リモート調査で実施すると決まった場合は、クラウドとシステムをご準備の上、本拠資料をリモート調査用資料として、当日調査の10勤務日前にご格納いただきます。事前調査期間中に リモート調査用資料等を確認し質問リストを適宜送付します当日調査では Web 会議システムを通じて事前調査期間中に確認できなかった事項及び懸念事項について確認しますなお現在は事前調査やリモート調査を実施しており当日調査の休金無日前に格納ご説明をお願いしているところですがそちらについては以降のスライドで説明します リモート調査はコロナ禍で緊急的に導入した調査手法となり、効率的に実施できる部分もありますが、平時において継続するためには、企業側の効率性の観点だけではなく、訪問調査と同等以上に効果的な調査手法であることを示せなければ、継続困難です。また、リモート調査は、訪問調査と比較して、PMDA 側で工数を要します。 調査件数の増加などを踏まえると、適合性調査を受ける企業の皆様の理解やサポートがなければ、訪問調査の実施割合を増やさざるを得ない状況です。臨床試験では、フォルダー構成の標準化にもご協力いただきますようお願いします。フォルダー構成の見本については、PMDA のウェブサイトに掲載していますのでご参照ください。 すべての関係者が効果的で効率的な適合性調査の実現を目指し PMDA から発信する情報をご確認いただくことが重要です引き続き業界全体の意識合わせ、現状改善にご協力のほどお願いしますこのような考え方を踏まえて2022年8月より新たに事前説明型リモート調査を開始しました 次のスライドから事前説明型リモート調査について説明します事前説明型リモート調査ではリモート調査用資料格納後当日調査の給勤金無備前に格納後説明を実施します格納後説明は Web 会議システムを利用してリモートで実施します資料手順の概略各作業が適切に実施されたことを 根拠資料などを提示しながらご説明いただき、説明内容に疑義や不足が認められた場合に PMDA 側からその場で確認しますので、回答をお願いします。その場で対応できない事項については、後日、事前調査期間中の質問事項として送付しますので、事前調査期間中にご回答をお願いします。 事前説明型リモート調査の当面の実施方針としまして、現在は適合性書面調査のうち、チェックリスト3の8項、総括報告書の作成過程のデータマネジメントから、固定、解析、CSR 作成のパートを格納後説明の説明対象としています。他のパートについては、状況を見ながら対象として広げることを引き続き検討しています。 対象品目は申請者、治験依頼者や品目の状況等を踏まえて PMDA 側で選定し主管等から調査に関するスケジュールなどの案内を行う際にご連絡しますなお現在は原則リモート調査を実施するすべての品目について事前説明型リモート調査を実施しています格納ご説明にあたっての留意点です 格納後説明の実施は事前質問当日調査の負担軽減を図ることを目的としています格納後説明は資料がどのフォルダーに格納されているかを説明いただくのではなく手順の概略、各作業が適切に実施されたことを根拠資料等を提示しながら説明いただくものです格納後説明では訪問調査と同様に 調査員が根拠資料の提示と説明を受け、確認を行います。必要事項を説明いただける担当者のご参加をお願いします。格納後説明にて、データマネージメント・解析・ CSR 作成パートを効率的に確認するためには、直前提出資料3、臨床試験パート2、⑧ の QA ・ QC 体制説明資料に基づき、 データ全体の流れを把握した上で根拠資料を提示いただくことが重要です。当該資料にはデータ全体の流れがわかるように記載をお願いします。格納後説明にて必要な説明が行われない根拠資料の提示が不十分新たな懸念点が認められた等の場合には事前質問の発出や当日調査で確認します。改善を要する点について見直しながら 事前説明型リモート調査を継続しますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いします。試験実施医療機関の管理状況を重点的に確認する調査の運用について説明します。試験依頼者を対象とした試験実施医療機関の管理状況を重点的に確認する調査は、試験依頼者等から提示された根拠資料を確認することにより実施しています。 試験依頼者等に対する確認の結果、重大な懸念が払拭できない場合には、治験実施医療機関に対して実質通知書を発出して調査を実施します。治験実施医療機関における確認は、上記懸念事項を中心に行います。なお、医療機関への調査が必要と判断した場合には、審査スケジュールに影響しないよう早期に調整する必要があることから、 依頼者等に医療機関との懸念事項については原則医療機関へ直接確認することとなるため治験依頼者等に対する実施医療機関の私的相当事項の伝達は廃止しました2022年9月以降に結果通知を発出する調査から適用しています 続いてリモート調査用資料のフォルダー構成について説明します。リモート調査通知に規定するフォルダー構成等を示す資料について、現在、フォルダー構成案を PMDA のホームページにて公開しています。ホームページにて公開しているリモート調査用資料のフォルダー構成案はあくまで見本であり、 ここに含まれていない資料の格納を妨げるものではありません。フォルダーが足りない場合には、適宜クラウドシステム上に新しいフォルダーを作成し、資料を格納してください。次に、リモート調査における補足説明資料について説明します。補足説明資料とは、手順書の名称、発行日、搬出、手順の概略、発生する書類の名称、 資料の格納場所等の情報適合性調査の効率的な実施のために必要な情報を含む資料を指します根拠資料と合わせて補足説明資料を提示いただくことで調査担当者はリモート調査を効率的に実施することができます補足説明資料はリモート調査時に提示いただく根拠資料の内容に応じ企業の判断の下で作成してください 現在 PMDA のホームページにてモニタリングデータマネジメント統計解析にかかる補足説明資料の例を公開していますあくまでも例示ではありますが補足説明資料の作成時参考にしてください次にゲートウェイを通じた適合性調査用資料の提出について説明します医薬品および 再生医療等製品の適合性調査の資料につきまして、2022年7月1日よりゲートウェイシステムを通じて提出できるようになりました。2022年12月末までは電子媒体を提出いただくことも可能でしたが、2022年12月末をもって移行期間は終了しました。今後は原則ゲートウェイシステムによる提出をお願いしていますのでご留意ください。 ゲートウェイを通じた適合性調査用資料の具体的な提出方法、留意点等についての詳細は、PMDA のホームページでも資料を公開していますので、資料提出の際はご確認ください。最後に、その他、最近の動向について説明します GCP 管理シートを用いた適合性調査について説明します。 平成29年4月より GCP 管理シートの作成および提出は任意としました各知見依頼者が利用のメリットデメリット等を勘案し調査品目ごと調査対象試験ごと運用手順シートの項目ごとに任意で選択することが可能です GCP 管理シートは調査の補助ツールとして活用します 2回目以降の適合性調査の効率化を図ることができ、一定期間内に複数回の適合性調査を受ける場合に有用です。治験依頼者の責任にて作成するものであり、PMDA はすべての項目に対する網羅的な整合性の確認等を行いませんので、ご注意ください。こちらのスライドでは、クオリティマネジメントシステム。 ディスクベースドモニタリングに関する調査について説明します令和4年5月20日付の実施手続き通知にて調査直前提出資料として QMSRBM に関する資料の提出が求められています QMS については現状 RBM に関わる内容を中心に調査しているため例えばプロトコル単位で QMS に関わる活動が多岐にわたる場合には 特に RBM に関わる部分を中心に概要を説明することで差し支えありません。QMS ・ RBM の調査では、試験機関を通してリスクが評価され、適切なモニタリング計画は策定されているか、試験中に発見された異臭について根本原因分析及び適切な是正措置・予防措置が講じられているかという観点から資料を確認しています。 最後に参考情報として、改正 GCP ガイダンスの施行等に伴い、企業主導知見、医師主導知見用のチェックリストを令和4年7月1日付で改定し、PMDA のホームページで公開しております。また、再生医療等製品の医師主導知見用のチェックリストを新規に作成しました。これらのチェックリストをご活用ください。 ご清聴ありがとうございました。